皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。スノーマンが初の5大ドームツアーを開催する。11月9日の北海道、大和ハウスプレミストドーム、札幌ドーム、公演を皮切りに、12月27日の京セラドーム大阪公演まで計13公演。グループ最大規模となる61万5000人を動員する。表、スノーマン5大ドームツアー日程。 この日、体調不良で休養していた目黒連27、以外の8人で、YouTube の生配信を実施。リーダーの岩本照、31、が、スノーマン5大ドームツアー決定しました。今年13公演をやらせてもらいますと発表した。2020年1月の CD デビューから4年10ヶ月での5大ドームツアー開催は、 STARTO エンターテイメント所属アーティストで、旧ジャニーズ事務所時代を含めて歴代最速となる。デビュー後、快進撃を続けており、最新シングル、ブレイクアウト、君は僕のもので、2作連続での初週ミリオンセールスを達成。アルバムも1枚目から3作連続でミリオンセールスを達成。 ツアー開幕直前の10月30日には4枚目のアルバムレイズを発売。このアルバムを引っ提げて全国のファンに会いに行く。これまでスマップ、キンキキッズ、嵐、スーパーエイトが全国の5大ドームツアーを開催。なお、キスマイフットツー2は札幌ではなく、埼玉、ベルーナドームを含む5大ドームツアーを行っている。佐久間大輔、32は、 嬉しいよね。ついに五大ドーム北海道に行けるぞと大はしゃぎ岩本は五大ドームなどいろんなことに挑戦させてもらえるにはファンの皆さんの力が必要これからも共にみんなで盛り上げてもらえたらと呼びかけた糸がひな子五大ドームツアーアラカルト初開催予報額の全アーティスト第1号として SMAP が2001年に開催 デビュー10周年を記念したツアー。洋楽では3年にベイロックバンドボンジョビ、女性は4年にニーシャが行った。最速エグザイルのアツシが16年、ソロデビューから4年8ヶ月で6大ドームで公演。ソロ史上初、グループでは3代目 JSOULBROTHERS が15年に4年11ヶ月で6大ドームで開催。 バンドではキングヌーが今年3月に5年2か月で5大ドームに立った。最多嵐の10回、最後は18、19年に行われた20周年ライブで計50公演。一つのツアーとしては、日本史上最多の累計237万5000人を動員した。ソロ最年少4年にニーシャが25歳6か月で。 ソロ最年長22年に桑田佳祐が66歳8ヶ月の記録を樹立。目黒連体調不良でドラマ一周延期。目黒連はこの日、体調不良のため15日から活動を休止していたことを報告した。所属事務所は、医師の指導により大事を取って療養期間を設けさせていただきましたが。 体調も順調に回復し、徐々に仕事に復帰させていただく予定となっておりますと伝えた。目黒は同日の YouTube 生配信を欠席した。また、フジテレビで放送中の主演ドラマ、海の始まり、月曜後9、00、は26日に予定していた第9話の放送を一周延期し、9月2日に放送。26日は新たに撮影した特別編。 恋のおしまいを放送する同局によると全12話の予定に変更はない。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。